カザトです。はい、ムーンです。名探偵コナン原作コミックス第8巻レビュー会。はい、第8巻ですね。第8巻、はい。まあ、あの表紙通りですよ。ナイトバロンっていうんですけど、新一のパパさん、お父さん、そう、工藤優作が、執筆した、推理小説ものに出てくる、はい、キャラクターなんですよね、はい、ナイトバロン。まあ、その話がメインで載ってる第8巻なんですけども、はい、まあ、まずはね、第7巻の続きということで、続きって感じ、うん、ついに見つけた、いやそうです、ファイルナンバー1、うん、ついに見つけた、ヒデの弟、はい、守君、誘拐事件、誘拐事件、まあ、あのこの話はね、前回も喋ったんですけど、うん、なんか殺人事件とか、うんうん、あのそういうことでもなく、どっちかって言ったらラブコメなんですよ。そうですね、うん、ドタバタラブコメみたいな感じで、うん、要はその、赤木涼子っていうキャラクターが、はい、新一と付き合ってましたみたいな、はい、でランちゃんが何をと、はい、なんじゃ悪いって、まあ、事件解決に、出向くんだけども、うん、もうランちゃんはそれどころじゃないみたいな、ね、だからその事件の顛末と、うん、ランねえちゃんのこの恋の顛末じゃないけど、そう両方が同時進行してるみたいな、ね、ちょっと笑えるラブコメになってて、うん、要はその事件というかこの騒動を巻き起こしてるのは、はい、上村直樹、上村直樹、うん、ヒデの、同級生、ね、そう同期入団みたいな、ね、同期入団みたいなね、東京スピリッツのね、うん、がまあ言ってしまえば犯人なんだけど、うん、まあ別にその事件としてはその立証されないというか、はいはい、うん、事件にはならないんですよね、うん、まあちょっと理由があって守君と一緒にいて、うん、まあもちろん悪意はあったんだけども、うん、まあそれはまあ勘違いもあってみたいなことで、うん、最終的には事件にはならずみたいな、うん、だからそんなにこう重い話ではないんだけども、最終的にね、コナン君がね、ちょっとバレそうになるシーンがあったりとか、うんうん、だから初期の頃のこのランちゃんとコナン君のこのドタバタの掛け合い、はいはい、結構多くて、うん、ちょっと前の巻でもあったと思うんですけど、暗がりでね、工藤新一の家で暗がりで手つないだりとかってあったじゃないですか、はいはいはい、この話もそうで、最後こう逃げるんだよね、うん、新一君の携帯電話にこう電話するんだけど、うん、それをコナン君が持ってんのよ、うん、で、ランドセルの中に入れてるから、うん、もうピピピピってなっちゃうわけ。音が鳴っちゃう。そう。で、新一待てみたいな感じで追いかけっこが始まって、最後ね、なんか、路地裏みたいなところに逃げ込むんだけど、うん、追い詰められてみたいな。で、どうやって切り抜けるかみたいな。はい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 、なんか可愛いよね、終わり方、ね。あ、そうだね。うん。なんか、事件ってやっぱ恋のドタバタ劇に近いというか。で、今のコナンってさ、結構その、ラブコメ要素も結構大人なんですよ。はいはいはい。だから、子供たちからすると結構ドキドキする、はいはい、大人なラブシーン多くて、でもこの頃ってやっぱね、子供向けの、うんうんうん、ラブコメなんですよ。はいはい。うん、だから、完全にターゲットをもう小学生に絞ってるんですよね、うん、青山先生はね。大人が読むとなんかふふって笑えるような感じになってますね。で、まあその話はまあそのぐらいでいいんですよ。こっからなんです、本題は。ファイル2。ファイル2です。ナイトバロン。ナイトバロン。闇の男爵ですね。闇の男爵とか言って、ナイトバロン。はい、まあさっきも言いましたけどね、はい、工藤優作が書いたキャラクターなんですね。はい、で、伊豆だったかな。伊豆です、ね。伊豆のなんかミステリーツアーみたいな。プリンセスホテル、ね。プリンセスホテルね。で、まあ、そこにナイトバロンを名乗るやつが、うん、まあ、いると。で、まあ、事件が起きるんだよね。はい、で、みんなそこに集まった、その容疑者たちっていうのは、ナイトバロンのファンなんだよね。はい、出てくる犯人っていうのも、そのナイトバロンの格好をしてると。うん、マンとしてね。マンとして、はい、伯爵みたいな感じだよね。はい、事件が、まあ、起きるんだけど、その起きる前に、ナイトバロンと、コナン君が接触するシーンがあるんだけど、ホテルの、あれ何階だったかな、すごい上の方から突き落とされるんだよね、はい、コナン君。結構衝撃的シーンなんだけど、まあ、下にはプールがあって、はい、コナン君はプールに落ちるんだけど、うん、普通に容赦なく、ドンってやられちゃうんだよね。で、蘭姉ちゃんがね、どうしたのこんなにびしょびしょで、みたいな感じで言われるんだけど、要はコナン君はそのナイトバロンを捕まえたいから、うん、なんかその変なやつに突きを飛ばされたって言っちゃうと、蘭姉ちゃんにじゃあ帰るわよって、こんな危ないとこいたくないよって言われちゃうから、でそこはちょっと言わないんだよね。ちょっとプールに落ちちゃって、みたいなこと言うんだよね。で、やってたら、うん、本当の事件が起きるんですよ。はい、結構これもトリックすごくて、なんか、
成功すんのかなっていうトリックなんだけど、でもコナンらしいなっていう感じがしてて、で、犯人はまあ誰なんだっていう話がどんどん進んでいくんだけど、ちょっとね、この話は読んだことない人には読んでほしいので、犯人が誰かとかっていうのは、言わないです。なんでかっていうと、今までここまで8巻までの中で、ちょっとね、新しいスタイルなんですよ。事件のその進み具合とか、はい、その犯人がね、翻弄するんだけど、その翻弄の仕方、ミスリードのさせ方が、今までにない感じになってて、まあ、ムーンさん読んだから分かると思うんだけど、はい、これもまあ、ミステリーの王道っちゃ王道なんだと思うんですけど、うん、僕は結構好きで、はいはいはい、うん。で、最後はちょっとね、まあまあまあ言うのやめよう。あ、うん、はいはい、いい話なんですよ。いい話だと思いますね。うん、ちゃんとミステリーだし、うん、ちゃんとコナン要素でぶっ飛んでるし、うん、で、事件の真相も、あ、そうだったんだってなるし、うん、で、かつ子供たちが読んでも分かると思う。理解できると思う。はい、うん、だからうまい作りしてるんですよ。うん。これも人気作ですね。なるほど。で、ナイトバロン今後も出てきますんで。なるほどね。うん。ちなみに去年かな、うん、ハロウィンの花嫁で、ほんとね、2秒ぐらいナイトバロン出てたんですよ。え、そうなんだ。そうなんです。あれハロウィンのみんな仮装してるでしょ、渋谷で。はい、仮装してる中にナイトバロンいるんですよ。ちょっと小ネタなんだけど。まあ、出てくるだろうなとは思ったけど、本当にいましたね。コナン君が花火ボール蹴り飛ばしてバーンって花火になるじゃないですか、はい、映画でね。で、その花火を下から見てる群衆の中にナイトバロンいるんですよ。そのコスプレをしてる人がいたりとかね。なるほど。うん、コナンの世界では、まあ、すごい有名な小説のキャラクターっていうことになってるんですね。まあ、非常に、面白い話になってますので、はい、ぜひ読んでくださいと。はい、で、もう一個あるのかな、次がですね、ファイル8。はい。花嫁の悲劇。ああ、花嫁の悲劇。はい。これはですね、漆黒のチェイサーの、レビュー会の時に、うん、ちょろっと話したんですけども、松本清永圭司の初登場の話です。はい、結構もう、序盤の方に、ね。序盤です。ね。松本清永圭司の娘。娘。が、まあ、結婚式を挙げると。で、はい、そこで、まあ、事件が起きてしまうっていう話で、初登場するんだけど、はい。四国のジェイサーのレビュー会を、僕、この間ちょっと見直したんですよ。自分で喋ったのをね。はい、そこでは、松本圭司がアイリッシュだったっていう話はしてないんですよ。はい、ネタバレしないで喋ってるんだけど、もうこの回はもう喋っちゃうんだけど、結局アイリッシュは、その、松本、管理官、うん、だったんだよね。で、ここで初登場してるんですよ。うんうん、ね。漆黒のチェイサーって2009年なんですよ。で、これ、初版が。初版がね、1996年なんですよ。96年で初登場して、そんなにポンポン出てくるキャラではないんですよ、この人。うんうん、で、漆黒のチェイサーでまず出てくることも、おーってなったし、それが映画のメインとなるキャラクターが化けてた人物っていうので、僕はものすごい興奮したんですよ。あー、なるほど。そう。あれは良かった。で、ここで持ってくんのかっていう話をしたと思うんだけど、それはそういうことなのね。で、この事件なんだけど、これもね、またいいんですよ。花嫁のね、その、松本管理官の娘が、毒。うん、毒、レモンティーが好きなんだよね、うん、でそのレモンティーに毒を入れられちゃって、はい、倒れてしまうと。いいですね、ちょっとやっぱ懐かしいですよ。噛んでレモンティーというか。噛んでレモンティーね。今あんまないもんね。うん、今ないよね。確かに。この話はね、言っちゃうんだけど、うん、その、まあ、犯人っていうのは、婚約相手なんだよね。そうですね。そう。婚約相手が奥さんになる、松本管理官の娘を狙った犯行なんです。はい。動機としては、松本管理官への、復讐なんだよね。復讐。うん。自分のお母さんだったかな。はい。うん。かすみさんの、うん、そうそうそう。お母さんですね。亡くなってんだよね。はい。確か。松本管理官が、助けてくれなかったみたいな。まあ理由はあったんだけど、勘違いもあるんだけど、助けてくれなかったから、娘に近づいて、娘を狙った犯行だったんだけど、この犯行を起こすことを知ってたんだよね。うん、まあ知ってたというか、気づいたんだよね、この娘はね。松本先生ね。そう。はい、気づいて、あえて、受けるというかね、その犯行、うん、その毒入りレモンティーを、飲むと。飲むと。うん。だまあ結局死んではないんです、この人。はい、うん。一命は取り留めてね。取り留めてね。はい。ってなるんです。で、親の復讐で近づいたけど、やっぱ二人には愛があって、うん、で、最終的にね、この事件の3年後に結婚するんですよ。うん、この二人。っていう、だからこれコナンの世界ではまだ結婚してないことになってるんですよ。はい。いや、コナンの、時間軸の中ではまだ結婚してないんだけど、うん、3年後。
一応この二人は結婚することになるっていう終わり方をするんだよね。うん。だからなんか、子供の頃は、この話のなんか良さが、僕は分からなかった。うん、うん。なんか、殺そうとしたんでしょみたいな。まあそうだね。結婚すんのみたいな。なんか。単純に考えるとね。うん、よう分からんな、っていう感じは。うんあったんだけど、はい、なんか大人になってから読むと、ああなるほどねっていう、まあそういうことかみたいな深い愛というか、かなり深いですよね。だいぶディープなあの愛だと思うんだけど、はい、こういうのも入れてくんですよ。やっぱりコナンって、いつかの回で言ったと思うんですけど、子供たちっていうのはそれを読んでわかんないんだよね。うん、どういう感情なのみたいな、うんうん。でもそれが大人になるにつれて分かってきて、うん、あ。こういう風に思ってたのかなこの人たちってって後でわかるみたいな、うん、まあ他の漫画でもそういうのあると思うんだけど、僕のコナンのいいところ、僕が思うコナンのいいところってのはそういうところ。まあ子供を成長させもするし、うん、成長した後に見た時に、また違った印象を与えてくれるという、うん。そう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 、何年越しかでねフラグが立ってるんですよちゃんと、自分自身も人生を経験することで、また新たな一面が見えてくると。そうそう。でもそういうのが刺さるのって全部がそういう話だと子供には受けないんですよ。うんね、やっぱこの1個目のねファイル1みたいにドタバタラブコメがあって、はい、で真剣なミステリーがあってでちょっと大人な恋愛があってっていう盛り込んでくるから、一緒にこう吸収できて、で自分の中でこう解釈するのにそれぞれ時間がかかるんだけど、はいはいはい、っていう良さがこんなにやっぱあって、うん、だからこの8巻だけでも結構それがね散りばめられてるんで、しっかり詰まってると。そう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 。だからまだコナンを原作を読んだことがない人ってまあいると思うんだよ。うん、映画はまあ毎年見るけど、原作ちゃんと読んでないなみたいな人で、うん、まあいっぱいいると思うんだけど、うん、漫画って昔のやっぱ長く続いてる漫画って、一巻から読み始めると、絵も古いし、その時代背景も古いしで、なんか入ってこないな、みたいな感じあるじゃないですか。あるね。でも、ちょっとそここらえて、読んでみたときに、コナンは多分入ってくると思う。なるほど。しかもこういうリアルな世界を描いてるじゃない？例えばドラゴンボールとかさ、何、ワンピースとか、リアルじゃないじゃん。まあ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 、うん、ファンタジー。ファンタジーじゃん、ファンタジーじゃん。ああいうのとは違って、リアルな世界観でやってるけど、入ってくるところは入ってくる。そうですね。感じがコナンはあると思うんでね。はい。うん。初期の頃の漫画読んだことない人はね、ぜひ読んでもらいたいなって、8巻を改めて読んで思いました。うん。そういう思えるような話がさ、多いですね。初期はね。なるほどね。まあ、ナイトバロンに関してはね、ナイトバロンでいつか映画やるんじゃねえかって俺もう何年も前から思ってんのよ。あー、なるほど。うん。絶対やるだろうなって俺もう何十年も思い続けてんだけど、やってないのよ。ナイトバロン出しちゃうと、優作出てきちゃうんだ。だから優作が出る回が絶対あると思うんですよ、今後。今後ね。そろそろ来ると思うんですよ。俺の予想。だから映画終わって、次回予告が入るじゃない、映画って。あれ最後、一言優作が喋って終わって、来年優作だーみたいな、絶対いつか来るなって俺もう何年も思い続けてんだけどないのよ。あれだけだもんね。ベイカー。ベイカーか。ベイカーだけなんで。ああね、絶対来ると思うんだけど、うん、だから来る、優作が出るんだったらもうナイトバロン絶対必須だろうなと。なるほどね。思ってるんだけど、なかなか出てこない。なかなか、うん。まあ、かなり貴重なキャラクターですね。はい。うん。読んだことない人はぜひ読んでください。はい。はい。次回第9巻ということで。9巻ですね、うん。もうそろそろ10巻いきますね。うん。うん。どうです漫画。いや、普通に面白いですよ。面白いです。まあまあ、さっきも言った通りね、まあ、絵がどうしても昔のタッチだったとかはありますけれども、ストーリー自体はね、本当に今見ても、面白いと思えるような内容になってるし、で意外とさ今この年齢からさ入ってってもさ、まあどうせこうなんでしょっていうのそんなないでしょ、うん、意外とあそうなんだみたいな、うん、多くない？多いね。だ多いと思うんだよ。なら新しい発見もあるだろうし、はい、うん、面白いと思うんだよね。ちゃんとミステリーとして楽しめると思うんでね、はい、漫画まだ読んだことない人がいたらぜひ読んでみてください、はい、ちょろちょろ映画の話もしましたけど、うん、映画のねレビューの方も、はい、一応前作やってますんで、はい、あとは最近はショート動画で面白い動画をいっぱい撮ってますんで、はい、ぜひ、そちらも見てください、はい、コメントなんかもお待ちしております、はい、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、では次回の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。